じゃあちょっとトピック変えるんだけど、今やっぱり日本人って増えてるじゃん。まあ、ユータの後輩ももちろんね、いっぱい行ってると思うし、それについてユータはどう思う？少し、なんだろうな、誰でも来れるっていう、誰でも来れるし、なおかつ、なんか、サッカーやりに来てる子が多いなっていうのを感じて。サッカーだけをしに来てる。ね、やっぱり自分の中では、やっぱり、ああ、なんだろうな、ジュニアカレッジでもいいや、みたいな子もいるし、で、D2、D3 でもいいやっていう子もいるし、なんか、ゴールが漠然としてるなっていうか、自分が来た時はもちろん何も知らない状態で来たんですけど、自分の中ではやっぱりね、要和でドイツ行かせてもらって、その時にね、日本のチームだけが、英語喋れなくて、ね、スイスとか、あとはね、いろんなイタリア、あとはオランダ、いろんな各国から集まってたチームの中で、日本のチームだけ英語喋れなかったんですよ。そうなった時にそれを見て、なんで日本人全然喋れないの？みたいな、自分の中で思って、そこからやっぱりね、アメリカっていうか英語の重要性を意識しだして、で、おばがこっちに、おばがね、LA に住んでるんで、それもあって少し来やすい状況ではあったんですけど、それから考えるとやっぱりなんだろうな、サッカーをしに来るだけがの子が多すぎるなっていうのが正直なとこで。そうだね。あ、でね、やっぱりこちらはね、自分も最初本当に苦戦したんですけど、英語は。喋りたいっていうのが強かったんで、もちろんサッカーしたいっていうのもあったんですけど、言うたらゴールキーパーだもんね。そうですね。喋らないとダメじゃん。ね。なんで、もちろんね、賛成なんですけど、たくさんの日本人に来てほしいんですけど、ちゃんとしたゴールを持ってほしいなっていうのなるがほど。正直なとこです。お、寮が入ってきたな。ね。そうだね。なんか、サッカーだけするんだったら別にアメリカじゃなくていいと思うんだよ。そうなんですよね。やっぱりアメリカは世界で1位とは言えないじゃん。サッカーの男子で言うと。女子だったら1位かもしれないけどね。でも、それだったらサッカーだけしに来るんだったらアメリカじゃないと思ってて。それなんですよね。だからなんでアメリカに来るのかって考えた時に、プロになりたいから来るっていうのもありだと思うんですけど、自分の中ではプロになりたいんだったら、いや、アメリカじゃなくてヨーロッパだろうっていうのが正直なところで。そうですね。そうだね。でもちろんだから、そのプロになりたいプラス、その大学をこっちで出れるっていう、そのプラスね、やっぱり英語も喋れるっていうのがどっかでないといけないなと思ってて。でともだはかなんらやっか、ぱり、高校3年生になって、ああ、進路がない。アメリカでサッカーやろうっていう考えの子も多分いないとは言えないんですよね、やっぱ見てる限りだと。いろんなね、最近も代理人の会社が増えてきて、あんまりアメリカの事情を知らないで選手を派遣するって会社が増えてきてると思うんで、そういうのを見ていくとやっぱりなんだろうなっていう感じのは思いますね。まあね、ユータの後輩たちの時代、2、3年の、ね、ユータの下は、ちょっと逃げ道でアメリカに行ったって言われる選手が多かったんだよね、そう実は。でも、まあ、逃げ道ではないなって自分は思ってるし、で、まあ、逃げ道、まあ、もし日本の大学がなくてね、で、それでアメリカに行くっていうのは、まあ、一つの選択肢でもあると思うよ。すね。でもそこで変えないとダメじゃん。その日本でいいとこ決まらないんだったら、そうじゃなんあですよ。アメリカで自分は変えるんだって。まあ、見返すわけじゃないけど、何かね、失敗でもないしね、別に日本の大学入れなかったっていうのは失敗ではなくて、ニューチャレンジをしたいっていうので、やってほしいんだけど、でもそれを高3になってから決めるのは、確かに逃げ道みたいに聞こえるんだよ。これなんですよね。なんかで高ね、1から準備しておいたら、ね、両方、2オプションがあるから、逃げ道ではないとは思うし。それはすごい感じますね。自分なんかもやっぱり、なんだろうな、もう、ちょっと臨時に決まるの遅かったんですけど、高2の終わりからはもうアメリカに行くっていうふうに
決めてて。うん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 で、ただやっぱりその時代はね、ゆうきくんのことも知らないし、本当に自分の、なんだろうな、コネクションだけで来たっていうか、もちろん、拓郎さんっていうね、そうだね。人がこっちのティンバースでやってて、で、たまたまオフシーズンで戻ってきてたように、で、海外に行きたいってことを話したら、その当時はぶっちゃけドイツに行きたかったんですよ。あ、そうなんだ。はい、やっぱりドイツでの経験が大きかったんで、ドイツに行きたい、ヨーロッパに行きたいっていうふうに言ったら、まずはアメリカでしっかり語学学んだらどうって言われて、なるほど。で、そこでいろんな知り合いを紹介してもらって、で、そうですね、そこからね、ようやく少しずつ見えてきて、で、高2の進路の時にはもう洋和には言ってたはずなんですよ。自分は日本の大学に行かないっていうふうに言ってて。で、そこでやっぱりね、いや、その当時もは、要はもうアメリカっていう選択肢が全くない中だったんで、そうか、みたいな、どうすんのこれから、みたいな感じだったんですけど、徐々に徐々に自分で少しずつ、なんだろうな、コネクション増やしてって、やってたんで、そうですね。いや、でも高2から動いてるのはまだ早い方じゃない？ユータは。そうですね。だからやっぱり、その当時、行きたいっていうのは漠然としたんですけど、どうやってっていうのがなかったんで。で、いたや、また赤ま松健本当なんに。て高3からで動き出したの。誰ですか？赤松健は。いや、もうあいつはやばいっすよ。だけ好きっす。でも、ね、赤松健ほんと高3でやっと動き出して、まあまあ、大学は決まったっちゃ決まったんだけど、ね、入学できないっていう、そうですよね。ね、で、気あいまつずいもたね、やっから。ぱり。サッカーしてないじゃないですか、1年か半年ぐらい、こっち、デンバー来た時に、それぐらいのやっぱり覚悟をね、持ってきて、そうだね。やらないと、俺はダメだと思うんですよね。で、あいつとしてはやっぱりデンバーでこっちでね、半年、1年、やれないって分かった上でこっち来て、で、そうそだれが多ね。分モチベーションになったと思うし、悔しい思いしたと思うし、今の子たちはなんだろうな。少し軽く考えてる子が多いのかなっていうのは正直なところです。まあね、ユータは大学からこっちだからさ、みんなと同じ、シチュエーションにあるじゃん。そうで自分は10歳からアメリカに行っちゃってるから、なんかみんなと気持ちは分かってあげれるけど、全く同じではないし、なんかちょっと難しいんだけど、でもそれでも一応アメリカでね、育ってるから、みんなにどう、なんだろうな、まあ、ヘルプをしてあげればベストなのかなっていうのは、まあ、自分の中では分かってるつもりではいるんだけど、そうですね。ででもやもまあ、っぱりね、他のね、どのぐらいの会社があるか分かんないんですけど、やっぱり1年だけこっちに、ね、半年留学してました、1年留学してました、はい、もうアメリカのサッカーの事情、スポーツの事情、すべて知ってますっていう会社も多分あると思うんですよ。そうなった時に、やっぱりね、ゆうくんみたいに10歳の頃からこっちにいて、でなおかつ、アメリカの仕組みも分かるし、言葉の大事さも分かるし、で、コネクションもあるし、ってなった時に、なんだろうな、そこら辺での、信頼度って多分だいぶ変わってくると思うし。まあね、ユータが1年目なんて本当英語できなかったもんね。いや、本当に怪我した時はもで、あの時の戦術言ったっけ？もうだから、日本人を狙いっていう名は聞きました。そう、もう自分はもう監督とミーティングしてて、で、あのゴールキーパーのユータってどういう選手だっていう、ね、そこから話がスタートして、で、まあ、経歴とか見るとね、三菱オアとか書いてて、で、まあ、東京だとトップチームだみたいななってる情報は入ってきてて、で、自分はその時三菱オアって知らなかったのよ。大阪一応出身だから、三菱オアっていうチームも実は申し訳ないけど知らなかった。で、いろいろ調べると、結構なんか写真もバンバン出てくるし、そうですね。ああ、有名なチームなんだなっていうのは分かってたの。で、まあ、身長も185とか、その時いは。や、もうその時は勝手に今182、3です2か。なんか、まあね、アメリカのゴールキーパーとしては小さいじゃん。
小さくはないけど、でも、ね、192メートルとか、普通にいた時だから、いるチーム、大学リーグだから、いや、これもハイボール、どんどんハイボールで狙っていこうってなって。もう、のぼしんぼ何回も来たから、本当にだから、病院行って、次、コンカッション起こしたら、もう、今戦目はサッカーやらせられないっていうぐらい言われて、それそがんな広3かった回目んだ。の後だったんですよ。で、ね、その当時は2011年の頃は、そんなにコンカッションが、なんだろうな、取り上げられてな重いよくね。取り上げられてなくて、2日、3日休んで、何もなかったらもう1回どうぞ大丈夫ですよっていう感じだったんで、だけどもう3回目病院着いた後はもういやこれはちょっとやりすぎだからもう本当に次やったらサッカーできないよって言われて、はなるほどね。こんにちは。い、これ俺の元チームメイトですああ、そうサなんだ。ージ、はい、さあサージ、こんにちは。たけしどうですか？いや、全然わかんないですね。そっそうか。ですね。いや、でもあの時は本当、ユータを狙えって言って、はどんどん狙ったらまさか本当に怪我につながい。いや、るみマたいジな。怪我しましたよ。で、相手の、なんだろう、ユータの監督がもう、急いで、なんか通訳いないのかみたいな。で、いや、もうだああ、から最勇気いる初、じゃん、ローリーっていうトレーナー来たんですよ。何言ってるか全然わかんなくて。でね、もう日本語で確か言ってたと思うんですよ。ここ痛い痛いみたいな。で、そしで、多分、たら、ね、ゆこっうきちくのんトレーナーが、も行ったと思うんだよね、先に。そうですね、多分、は。で、で、なんそかした通らゆう訳できに入そっれちをいて。ただきて。いや、マジ、本当、最悪でした、あれ。でもあの後、まあ、あれがきっかけでユータと仲良くなって、そうですね。で、あの後、ユータ結構自分に相談とかしてたのって覚えてる？いや、めっちゃしました。なんか、英語のことだっそうたそうりとそか。う。一番もうずっと頭に残ってるのが、そのゴールキーパーだから逃げれないんだよね、その後ろのファンから。で、そこからもうずっとそのこの中国人だとか、そのアジア人がって言って結構その侮辱を受けてたと。で、まあ、どうすればいいですかっていう質問があって、覚えてました。で、自分ももちろんね、なんかもう中国人だって言われる時もあれば、あの頃ってアメリカって遅れて遊戯王が流行ったのよ。で、遊戯じゃん。だからなんかもうずっと90分間遊戯王、遊戯王みたいなずっと言われてて、でも自分はウィングの選手だから、逃げれるんだよね。まあ逃げれるって言ったらおかしいけど、動けるじゃん。いや、もうキーパーは本当で最悪ね、ですよ。動けないね、もんね、本当ユータ。に俺、レイにもめちゃくちゃ怒られたんですけど、ずっと後ろの人たちから、World War II ってずっと言われてたんですよ。World War II、World War II みたいな。第二次世界の大戦みたいな、ずっと言われてて。で、80分ぐらいにちょうどゴールが決めたんですよ。で、本当にもう、なんだろうな、めちゃくちゃキレてた俺の中で、家の家に。でも振り向いて、パールハーバーってずっと言ったら、すげえ大きくて、声が。で、その後本当にレイからブチ切れられて。でね、やっぱり、アスリートとか、プロになりたいんだったら、そういうね、なんだ、ヤジに気を、なんだろうな、あんま気にするな、みたいな。いや、でもやっぱり、なんだろう、その中でも、結構、いや、でも、ね、その、レースだったりとか、どこから来てるかとかを言われるのは少し違うなと思って。難しいよね。なんか自分があその、まあ、遊戯王って言われるのは別にレイシストではなくて、あ。ああ。でもやっぱりその戦争とか言われたり、それはきつかったですよ、本当。まあ、そでれこね。そがね、人種差別みたいな、ね、今問題になってるのにもつながるああ。からね。でも、それ以降、本当になんか何言われても言い返せるからよくなったんですけど、やっぱり、ね、ツイッターとかで何回か見るのは、やっぱり、あったことを、すごい、なんだろうな、もちろん多分少しは誇張してると思うんですけど、
今日これなんか言われたみたいなことをツイッターとかで見るんですけど、なんだろうな、言い返せない人たちもいるからっていうのがあるのかなって正直自分の中でも思ってて、正直自分もそうだったので、めちゃくちゃ悔しいけど、英語のなんだろうな、スキルが足りないから言い返せないっていうのもあって、正直で今なんかはね、ジョークで言い返せるんで、なんか少しメンタルの部分でもう語学の部分でも少しレベルアップじゃないですけどしたなっていうのはたまに感じしますね。ではその後自分が日本に2014年に帰って、2015年に加藤雄志を連れてリンジー・ウィルソンに行ったんだよ。覚えてますよ。で、その時に、まあ、野村雄太と山本雄太は、まあ、その時は日本語で話すけど、一人でもやっぱり外人が間に入ると、絶対に英語だったんだよ、雄太同士は。野村雄太と山本雄太は。そうですね。で、そこは、本当コミットだなって自分は感じて、確かで、そそれは俺れ、もユータには言ってて、もちろん1対1とかね、の時は日本語だけど、その違う国籍のやつが入った場合は英語なみたいなことを確か言った記憶があって、それなんでかっていうと、やっぱりね、相手にも悪いし、相手がもし、え、こいつら俺らの悪口言ってんのって思われたくそうだも、ね。でいや、もちそろんれは英ね、語のすご勉く良強かっコたミッよ。トっていうのもあると思うんですけど、やっぱり日本人だけじゃないよっていうのが正直ね、のは自分の中では気にしてて、そのためにここにいるわけだし。で、その後、次の日、試合見に行ったんだよ、ユータたちの。はい、覚えてます。覚えてます。で、野村雄太がキーパーで、山本雄太がセンターバックだったんだよね、あの時は。でもね、フォーバックをオーガナイズするためには、やっぱり英語でも言う、英語で雄太に言うしね。島崎亮が雄太になっちゃんと指示してる。いやもう家から出てないよ。本当にきついよ。いやでもそうですね。オーガナイズっていうか本当に、それ確かもう4年生の時ですよね、自分が。そう、ユータが4年生だと思う。その時はもう、なんだろうな。もちろんその時もそんなパーフェクトな英語じゃなかったんですけど、ある程度やっぱり自分の持ったことは言えるし、で、なおかつ、ね、ディフェンス味方が何言ってるかもわかるし、そうなるっていうのは多分、どれだけ自分を追い込んでどれだけコミットしてきたかっていうのは多分正直あるなっていうか、やっぱり臨時にいた時に周りにね、何人か日本人いたんですけど、交換留学その子たちから友達を挟んで聞いたのは、サッカー部に日本人が嫌いな日本人がいるらしいよっていうふうに、それはで 自分も聞いた。で、ユータでしょ？ユータそがうです、そうです、そうです。日本人、他の日本人と一切遊ばなくて、で、リンジー・ウィルソンに結構交換留学生が多かったのに、一切遊ばない日本人っていうのは聞いてたよ。そうですね。やっぱり、それが多分、なんだろうな、日本人の悪いところっていうか、多分、どの国もそうだと思うんですけど、やっぱり、同じ国の人たち同士は、やっぱり、どっちに、なんだろうな、コンフォートブルゾーンから抜けられないっていうか、コンフトボー、コンフトボー、コンフトボーの方に行っちゃいがちなんですよね。そうなった時に、自分の中でやっぱり、なんでここに来たかっていうのはすごい考えて。ね、こっちで本当に、今でもなんですけど、アメリカで試合の前って絶対国歌斉唱するじゃないですか。その時に、自分は絶対にそのアメリカの国旗を見て、いつも、なんでここにいるか忘れんなっていうのはずっと言ってて、自分に。で、それがもう日課になってて、日課っていうか毎試合毎試合で一応自分にいつも問いかけるじゃないですけど、ここに来た理由を忘れないようにっていうのは正直ずっと思ってて、そうだね。なんでだからそれ聞いた時ははって思いましたけど、あいつら日本人でしかいないんですよ、図書館で。いや、だから多分山本裕太、野村裕太のこの例を自分結構出すのよ、実は。あ、本当ですか。
その日本人、やっぱり2人とかいる大学多いじゃん、日本人そうが。ですね。で、実はもう増えてるんだよね。3人、4人とか。はい。1つの大学に4人とか日本人いる時もあるから。なんか、はい。で、そうなった時は、日本語で話さないっていうわけにもいかないって、まあ、言ってくるんだけど、そうっすね。島崎亮か。いや俺はいやいや。心の中で でもね、まあ UCA、ユータがいたところも日本人3人いて、スタッフも2、3人いて、日本語になっちゃうのは仕方ないんだけど、でもそこをどうやってコミットしてチャレンジするかっていうのは大事だなと思って。なんですよね。で、なんだろうな、なんかやっぱりね、彼らは同じ部屋に住んでるんですよ。同じ部屋っていうか、日本人同士の部屋に住んでるんですよ。それは自分、何回かだけなんですけど、行ったんですけど、やっぱりどうしてもね、切り出せないっていうか、それは少しなっていうのがあって。自分、AUM でプレイしてたじゃん。はで、AUM は、アシスタントコーチがアイスランド人なのよ。まあ、アイスランド人だったい。はい。のよ。あ、なるほど。そう。で、アイスランド人、実は10人ぐらいいたのよ。で、彼たちってもうほぼ30超えてんのよね、その時で。アイスランドでプロやって、その後にアメリカに来るって選手が多くて、今結構ルール上それ引っかかるんだけど、そそうのですね。頃はもう全く問題なくて。でも、ああ、そう。え、で、アイスユーランド、タン、ビグニールとか知ってますか？ゴールキーパー。俺、その、その前だ。その前ですか？俺の時のキーパー、オーストラリア人とドイツ人。なるほど、なるほど。いや、AUM 2011年、アイスランドいいからキーパーすだよげえ。ね。あれいいキーパーだね。でも、アイスランド人ってもうみんな30超えてるから、寮に住みたくないんだよ。まあ、一つはお酒飲みたいっていうのも一つ。そうですね。はい。で、そうするとみんなアパートに住むんだけど、みんなアイスランド人で5人、6人とかで一緒の部屋、一緒の家に住むのよ。で、これ良くないんじゃないかなって自分は思ってたんだけど、そのスキャンディナビアンの国ってもう英語ができるじゃん。マジすごいっすよ。だから自分がスウェーデそン住んでた時は、う。その、なんだろうな、英語だけで行けたんですよ。で、もちろんね、スカンディナビアとかスウェーデン人は、英語を話す機会があれば、もう積極的に英語で話してくるんですよ。俺、その時はもうスウェーデン語でしかやらなかったんですけど。はい。だから少しっていうか、スウェーデン語ある程度わかるようになったんですけど、なるあほいどつはね。スカンディナビアのやつらは、すごいっすよ。でも、ね、そういう人たちはアメリカに英語を学びに来てるって言ったらちょっと違うじゃん。そうっすね。サッカーをしに、プラスエデュケーション、大学それなんでのすよ。卒業証明書を取りに来てるっていう感覚なのよ。だからこそ、一つの家に住んでも別に問題はないと自分は思ってるし、でも日本人っていうのは多分一番プライオリティとしては英語を学びに来てるっていうのがプライオリティになると思うのよ。プラス、サッカーもして、ちゃんと大学の卒業証明書をもらうっていうのが、このビッグスリーって言ったらそれだと思うんだけど、間違いないです。でも日本人同士で住んじゃうと、まずそこのプライオリティを少しカットしてると思うんだよね。そうですね。だからこそ、で、自分は実はアメリカ人と1年目は寮に住んでほしいのよ。このイギ間違いリないでスす。人、イギリス人とかでもなくて、アメリカ人に一緒にルームメイトになってほしいっていうのが自分の気持ちで、そうすることによってアメリカのカルチャーも覚えるし、そこでホストファミリーができるそうですね。のよ。Thanksgiving とかクリスマスとかスプリングブレイクとか、絶対に絶あっ対ちルーのム家メイに行トけのるじ時。ゃん。でもイギリス人たちがルームメイトになっちゃうと、帰んなきゃいけないですまあ、か。帰るし、ね、彼がホームシックになったら自分もホームシックなるし、で、イギリスのカルチャーはいつかは学びたいと思うよ。でも、まずアメリカのカルチャー学んでくれよって思うんだよね。間違いないです。いやでも本当に自分なんかもね、1年生の頃から、
リンジはすごい特殊だったんで、アメリカ人がいなかったんで、あんまりチームに。そうだで、ね。はい。ねえ、なんだろうな、みんなチームのやつはチーム同士に住んでるんですよ。アパートとか、寮とかに。でも俺はそれが嫌で、アメリカに来たし、やっぱりね、アメリカ人のルーメイトが欲しいってというふうに思ってて、もう1年から4年までは全員アメリカ人で。で、やっぱり、ね、ユースが言ったように、その、サンクスギビンだったりとか、クリスマスブレイクだったりとか、あとはジュライフォースだったりとか、彼らの家にお邪魔したりとか、あったんで、そうですね。だから、できるならやっぱり、アメリカ人ですよ。アメリカ人のルーメイトがいるのが一番かなと。そうだね。はいや、それをもっと広げていこうよ。い。そうですね。ね。もっと、まあ、日本人が行くことは全然いいと思うね、アメリカに。もう全だ然、から、どんどんいろんな選手行ってほしいけど、ゴールがないまあ、と。そうだね、ゴールを作って目標を立てた上で、アメリカの大学に来て何をしたいのかっていうか、サッカーしたいんだったら日本でいていいじゃんっていう。そう。日本の方がボール触れるからね、多分。これなんですよ。1日4時間とか練習できるじゃん。でもアメリカは2時間っていうマックスが絶対にあるから、絶対に日本の方がね、365日練習してるじゃん。まあ、365は言い過ぎかもしれないけど、でも本当それぐらい日本の高校生、大学生ってボール触ってると思うんだよね。本当ですね。なんでやっぱり漠然とした中で来るんじゃなくて、しっかり計画立てて、大学で何を学びたくて、で卒業した後に何をしたいのかっていうのをしっかり考えてきてほしいなっていうのは正直なところですね。そうだね。まあ、それをどんどん広げていこもうそうですね。それができたらいいっすね。まず一いや、回でここも、でインスタは切るわ。OK っす。で、もう一回電話するよ、LINE で。ちょっと。OK っす、OK っす。OK、ありがとうね、今日は。はい。はい、じゃあね。バイバイ。